推しの子、B、こまち使っていいの？ S、それ使っていいの？大丈夫なの。権利的にアウトじゃない？同じ事務所でしょ？同じ事務所なんだが？今のジャニーズでスマップもう一度使うみたいなもんだぞ。権利的には問題ないだろ、同一事務所なんだし。燃えるわ。ジャニーズだもんな。できるかできないかで言ったらそりゃできるよ。それで売れるとも思わんが。まあ社長の宮子さんが許せばいいんだろうし。ジャニーさんが使えって言ったら通るだろう、多分もういないけど。ミニスカポリスは定期的に復活して地下アイドルやってたりするぞ。スマップと違ってメンバーも芸能界にいないっぽいし。ギャラ飲みしたりしてるんだな。東京こえ。役すぎない？いちごプロのだからいいのか、 B 小町。メインヒロイン影薄くない？もう誰がメインだか。本気出すのは舞台編からだから。舞台そのものは重装英字会なんだけど、復讐面で役に立ちすぎる。ぶっちゃけ今クール分だと超性能のお披露目するだけだぞ。リアリティショー終わったらまた B 小町だし。現状、あかねどころか誰よりも社長が勝ってるからな。社長は唐突なキャラ下げとかないしな。序盤が一番編んでたからね、良いままになった。最初は真面目に恋愛リアリティショーやってたんだ。まさかみんな演じてるとは思わずにね。あかねちゃんはヒロインとかの次元超えた機械仕掛けの神的な人だから。ブレブレの CM は愛ちゃんやめたんだ。かなちゃんは漫画より可愛く感じる。大丈夫。あかねちゃんは序盤はかわいそうな役回り。序盤。ガチ恋はまだ導入か。多分この後2から3回やるんじゃね？アクアの中身があの医者だと思うとこのイケメンムーブきついな。そもそも転生要素いらなくない。毎度終わり方しっかりしてるアニメだよな。あの金に君の言ってることって今の推しの声の皮肉かなって思っちゃったわ。連載当時は割とありふれたあるあるネタだったんだけどね。あかねちゃんは好きだけど、ひょっとしてあかねちゃん出てくる前の方が楽しかったのでは？なことはない。そう思うのは重曹やルビーが今ほどひねくれてないからだ。アニメで改めてカラーで見ると今ガチメンバーも誰がこの先のレギュラーになるかとかデザインの時点ではっきり分けてんなぁとなる。原作だと MEM チョの作画とかヘタれててそんなんでもなかったよ。俺も個人的には ED の方が好き。というか女王蜂の曲が好きかも。俺はサインは B が好き。あかねちゃんの探偵能力くらいはアクアが持ってて欲しかった。ストーカー能力しかないちゃん兄貴。だって本業医療、それも産婦人科だし。無茶言うなよ。あかねだってただの俳優だし。MEM チョの OP ダンス好き。重曹ちゃんを拝み倒して事務所に引っ張ってきて。自分は恋愛リアリティ番組とか刺されるよね。旧メンバーから電話かかってこない？大炎上だわ。あかねちゃん元医者のアクアより頭いいからな。この作者やたら学力根拠にするけど、ぶっちゃけアクア前世の東京の国立医学部卒が作中一番すごいんだけどな。そんな彼がご覧のありさまである。でもあかねに負けてるの原作者が繰り返し描写してるんだから、アクアの凄さっていわゆる学校のお勉強レベルの凄さで止まってるって設定でしょ。第二の人生送りすぎたんだよ。あれ？歴史の内容変わってる。重曹ちゃんのキャプはいろいろ使いやすそう。 ED 曲好きだけど声が裏返ってるのがちょっときつい。したたか。雪ってこの先も出番あってもよかったのにな。使いやすそうに見えて使いにくかったのかな。もうノーベンバー君とくっついっちゃってるし使いにくい。MEM ちょってだいぶ前から CM で見てるから実在する VTuber なのかと思ってた。岩見真中さんボイスだから原作のイメージより可愛い系になってるね。筋トレリアリティショー。愛ちゃんは殺害されて司法解剖されて。アクアの本体は山奥で腐乱死体として放置されてるという。きらびやかな内容の陰で残酷な一面もある作品なんだよな。誰にも見つからない不思議な状態だったなあれ。ルビーが迷わず遺品回収してたけど、あの五郎の遺体白骨化する前にがっつり腐ってるんだよな。恋愛リアリティショーではアクアを除いて絶対この中にもクズがいるんだろうなと思ってた。全員まともだった。 MEM チョ高校3年生大久保留美さん。かなちゃんもなんだかんだでアイドルになる覚悟固めたっぽい。ああ、炎上するやつ。
C 小町とか D 小町も出るんです。でも同じ事務所だから行けるのか。監督とピエヨンさんいいやつ。 ED の入り結構好き。 A 大都市くらいにしない？ちゃんと年収1億という説得力あるキャラなの偉いな。1日で 1.5 万再生は多いんか。これ案件だと普段より再生数がね。ピヨエンが売れてる理由と事務所で慕われてる理由がこれでもかとわかる回だった。脂肪を燃焼、案件は炎上。やっぱり脚本がいい気がする。愛とのつながりをアクアが隠そうとしてるのにルビーはどんどんバラそうとしていくな。そういうのも含めて愛になりたいのね。後半のおかげで恋愛リアリティショーで何やってたか忘れちったよ。現状は自称アイドルのチューバーが勝手に名乗ってるだけだし。ここ藤井風重曹ってやっぱりめちゃくちゃ可愛いと思う。俺は応援したい。高音パートがさっきの筋肉ピオに聞こえて吹いた。この事務所に稼ぎ頭がいたことにびっくりだよ。さすがに何もないと即死しちゃうだろ。いなかったら死んでるからな。いなきゃ事務所の継続が話の肝になっちまうからな。何気に体力化け物の鳥。こんなマネジメント完璧な男が未成年に手を出すとは思えない。ピエヨンさんまともな人でよかった。こっそり言うけど ED 曲も好き。曲もそうだけど入りがいいと思う。リアリティショーやって MEM ちょ引っ張って終わりかな。心に響かない CM ね。電柱と霞柱の恋愛アニメ。アクアの復讐劇もピヨがいなかったらついえてたんだよな。サンキューエリピヨさん。その時はアクアがピエヨンになってるだろうからセーフ。ピエヨンになって復讐劇するとかギャグ漫画かよ。しかしなんだこの兄弟が転生してんなら愛も何がしか転生してるんじゃないのか。ピエヨン原作者によってはクズにされてたな。これからいろんなアイドルがマスクかぶって筋トレする TikTok 上げるのか。まずはコラボしてるシャニからか。あの元社長はリアリティショーよりピエヨンの方が印象に残ったぞ。すんませんでした。どこにも書いてないのにエリピヨが脳裏に浮かぶ。年収1億に勝てるわけがない。ドアップは頑張ってるけど作画がだいぶ厳しくなってきたような。このひよこお面に独立されたら終了してた？めっちゃいいアニメ化してるな。白金会長のお父さんが転生したのか。筋トレはやらないよりやった方がいい。妹がだいぶ可愛い。アクアパートの後ルビールートって感じだからアニメだとルビーほぼ脇役だよね。リアリティショーの話はこれからだからな。ピエヨンがパパだったらどうしよう。今の原作より平和な世界。ライブまではやるんじゃないの。アクアで筆が乗りすぎた結果がルビー放置だからな。ピヨさんの言ってることが結構推しのアニメに刺さってた気がしなくもない。なーにまた90分やればいいんだ。つべの事務所は取り分5コロン5みたいだから事務所にもう1億貢献してんだよなピエヨン。いちごプロ結構稼いでんじゃね。